チワード in ディズニーワールド。ハロー、スッチワードです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。この動画はディズニーホテルレビューの第22弾、デラックスビラカテゴリーのディズニーズグランドフロリディアンリゾート&スパのビラを取り上げます。ロビーの様子やルームツアー、またルームサービスのディナーの様子をご覧いただきます。今回は一般のホテルではなく、グランドフロリディアンリゾート&スパの DVC、 ディズニーバケーションクラブの施設であるビラの様子になります。こちらは DVC の会員だけでなく、一般のゲストさんも泊まることができますよ。以前にもヴィラのルームツアーの動画を出していますが、今回はその建物ではなくて、2022年の6月にオープンしたばかりの新しいお部屋で、なんとテーマパークビューになります。もともとある DVC の建物と同じで、インテリア丸ごとメリーポピンズなんですよ。グランドフロリディアンリゾートはマジックキングダムリゾートエリアに位置し、マジックキングダムへはなんと徒歩で、またモノレール、ボートで行けてしまうグッドロケーション。各パークへはバスで行き来できますよ。スッチワートたちが泊まったのはリゾートスタジオテーマパークビューという、大人5人まで泊まれるお部屋です。リゾートスタジオは2022年6月にオープンしたばかり。この動画は2023年8月に宿泊した時の様子をもとにお届けします。さあ、どんな様子だったのでしょうか。ぜひ最後までお付き合いくださいね。それではどうぞ。スッチワード、はい、グランドフロリディアンに行ってまいりました。ね、止まってますね。ここはね、モノレールリゾートとしてもね、とても便利ですね。マジックキングダムがね、隣の駅ですね。はい、歩いていけます。おー、モノレール、本当ね、ホテルからモノレールで行けちゃうっていうのすごい便利ですね。はい、こちらね、グランドフロリディアンのメインのビルディングです。で、今回はね、このメインに泊まるのではなくて、DVC のところに泊まるので、ここをね、入らないで、これがあの右手に見える、モノレールの右手に見える白いビルディングが、オリジナルの DVC 棟になるんですけど、はい。ではなくて、新しく出ましになった方です。はい。ということでね、今回は、DVC は DVC でも、この古い建物ではなくて、こちらはね、はい、こちらにね出てます。こちらがレビューになりますので、どうぞご覧ください。はい、ぜひチェックしてね。チュン、どこかな。今回行くのこっちはね、メインのビルディングだよね。左に見えてるのね。まあ素敵な景色ですね。なんとね、正面にはポリネシアリゾートが見えますね。そしてぐるっと行くと、はい、こちらのね、建物になります。どっから入るのかな。なんとね、お部屋からパークが見えるっていう風にね聞いてるので、いや、どのね感じで見れるのかっていうのも楽しみです。はい、到着しました。こちらのね、建物になります。さあ、どんな感じなのか入ってみましょう。あ、でね、こっちにはプールがありますね。入り口は結構こじんまりとしてる感じだけど、ロビーとかあるのかなっていうのね気になるんで、ちょっと見てみましょう。あ、このねマークがね、グランドフロリディアンのマークになってます。おお、なんかかわいいね。はい、シルビーヌちゃん、かわいい。これね、チェリーブロッサムストリートだったっけ、なんだったっけ、そういう名前がついてるんだよね、ストリートの名前。ここにもキャンプファイヤーなどのアクティビティがありますね。で、ちょっと中見てみましょうか。おー、やっぱりメリーポピンズがテーマなのかな。
ペンギンさんいるのかな。あ、かわいい。あ、このねソファーかわいいね。はい、こんな感じで。おお、でね、向こう側がねポリネシアンリゾート見えますね。こっから出れるんだ。はあ、すごい。はい、で、この上の感じがねこういう感じになっております。落ち着いた色の感じですね。可愛らしい色の感じになってますね。はい、ね、しかも上のやっぱメアリーポピンズ帳。ちょっと待ってね。あ、これはねあのレストランにあったのと同じですね。確かシャンデリアこんなのあったような気がします。はい、じゃあ今回2階なのでねこっちです。上から見るとこういう感じですね。おお、こういうねランプも素敵ですね。さあどんなお部屋なんでしょうか。楽しみです。絨毯もまだ新しいね。いいですね。スッチワード着きました。ここの部屋9241ですね。はい、どれ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 、じゃ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 。はい、こんにちは。あ、かわいい。まあすごい玄関広い。かわいい。鳥さんが飛んでますよ。ほらほら、素晴らしい。で、ここでなんかお座りしてなんかできそうな感じはありますね。まあ、これこの小箱は何だろう。こんなとこにドライヤーが隠れておりました。こんにちは。ここにはね電気のアウトレット2つと USB の普通あの昔の USB と USB-C までありますよ。まあハイテク。そしてこちらお風呂場になるんですけど、先お風呂場行っちゃおうかな。閉めるとねこういう感じになりまして、上品な水色っていう感じですね。こちらバスルームでございます。床もねタイルがいい感じですね。真っ白とね明るいブルーを基調にした感じですが、見てください、すごく素敵ですね。明るい、明るいからなんかお化粧とかしやすそうですね。シンクがね2つあるのもいいですね。でティッシュがあって、あ、でここにも電気のアウトレット2つありますね。そして、はい、女優鏡があります。あ、でこれはバスソープがあって、フェイシャルソープじゃないんだ、バスソープがあるね。それから何バニティキット、これはねあの綿棒とか入ってるもんですね、一番左の。それからクーリングアロエジェル、お、それもあるんだ。マウスウォッシュもあります。シャワーキャップもあります。ボディーローションもあります。ここにも電気のアウトレットがありますね。でタオルもね1、2、大きいのがねバスタオル4枚かな。でちっちゃめのタオルが4枚あって、でもうちょっとあるかな、6枚ぐらいありますね。はい、でこちらは遊園地の絵ですよね。まあかわいい、本当にかわいいですね。でね、面白いなっていうかすごいやっぱり新しいなと思うのはバリアフリーだなっていうね感じですね。さあこちらがお手洗いと、でこれシャワーになります。あ、シャワーとバスタオルもちゃんとあるんだ、嬉しい。何何それで、あ、皆さんやったね、レインシャワーと手に持てるタイプのシャワーがあります。まあ高級感のある色ですね。はい、こちらもね固定式ですが、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがあります。バスタブはねこんな感じで、まあ普通のね標準的なアメリカのバスタブっていう感じですね。日本のよりはちょっと浅い感じですね。バスルームの、まあ、お手洗いのね
扉もちゃんと閉めれるのでプライベート確保されます。さあそれではねメインの方行ってまいりましょう。あ、これはねお隣の人のお部屋なので入らないようにっていう、はい、コネクティングルームでございます。さあじゃあこちら行きましょうね。狭いです。そうですね、確かにこじんまりしてる感じはしますよね。あの部屋他のねプロパティに比べてザ・ホテルって感じ。これオールドキーウェストの感じじゃないかな。あのちゃんとしたベッドが2つあるから。なるほど、はい、確かにそうだね、うん、はい、じゃあこれはねクイーンサイズのベッドが2つあるっていう感じですかね。まあ絨毯がすごい、なんかこんな形の絨毯見たことないっていう感じですが、すごい、このお部屋にバッチリ合ってますね。そしてディズニーのね比較的新しいお部屋って全部あのベッドの下に物が置けるようなスペースがねちゃんとありますので、お部屋がね広く使えていいですよね。地模様チェック。あ、縦の地模様ですね今回はね。どんな感じなんだろう。あ、でこのクッションかわいい。これちゃんと傘があったりね、ペンギンさんがいたりしますよ。まあすごい、ペンギンさんいるよ、ほらすごいかわいい。ちょっとくるっと回してもらっていいですか。おこれ売ってたらいいのにね。どんな硬さ、どんな硬さ。ガチガチ、はい。で、このねヘッドボードも素敵、いい感じですよ。柔らかすぎず硬すぎずっていう。ちょっとさ、ハイテクすぎるんだけど、見てこの読書灯よ。わー、かまぼそいい。はい、皆さん読書灯までありますよ。で、ここのねランプも素敵なんですよ。まあ素敵、もう一つ一つがね丁寧だなっていう感じがします。はい、で一つのベッドに4つの枕、そしてこの素敵なクッションという感じになっております。まあこのランプなんですか、これすごい、すごい素敵、いいですね。なんか夢がある感じだね。へえ、ちょっと斜めに。で、あの天井ね、こうやって見て思ったんですけど、すごくね凝った作りになってますよね。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、何ですかこのシャンデリア。鳥さんですよ。すごい、かわいい、これはかわいい、これはすごいわ。はい、で、まあ後でね見ますけども、ここからねもう景色最高にいいです。後で見ますね。で、ここにテーブルがありますね。で、ランプがあって、これメリーポピンズが部屋にいますよ、部屋に。まあどうしましょう、飛んでますよ。来てもらおうかなっていうね感じですね。で、こちらがまあ大きなソファーベッドですよ。あ、そうだ、これ一人だね。これ、あ、あ、なるほど、これは一人用だわ。一人用かな、うん、まあ、でもだいぶ長いよ、普通のやつね。え、ちょっと寝てみてください、横に。このこんな感じになります。はい、ではでは、あ、これなんですか。ここはね、はい、クローゼットになっておりました。エキストラピローブランケットがこちらにありまして、ハンガーがありまして、でも金庫ここじゃないみたいだね。で、バスローブが2つあります。で、荷物置きと、あとねお掃除しましょうということでほうきが置いてあります。で、まあ、毎日入んないで、はい、あのお掃除にね入らないので、毎日何日かおきって決まってるので、はい、なのでね DBC って本当長期滞在でっていう感じなので、結構そんな感じになってますが、はい、で、はい、お隣の方には、こういったね金庫とスチーマー、アイロン台なかったね。はい、で、こちらが、ちゃんとね電子レンジがあるの、やっぱ DBC はその辺いいですね。で、こちらがキューリグですね。キューリグがあるとこ珍しい。はい、あのカプセル式の、あのコーヒーとかね。あ、すごいすごい。いただきます。はい、いただきます。あら、これね、あのディズニーパーク、ディズニーワールドのブレンドになっております。リゾートブレンドでございます。
あとね、コーヒー飲めない方のためにちゃんとね、イングリッシュブレックファーストの紅茶とあと緑茶のカプセルもあります。で、ミルクもあります。で、お砂糖なんかもあります。プラスチックのね、ユーテンシルがあって紙皿があります。はい、いいですね。はい、ワインも開けられるし、はい、ビールもいけます。はい、で、紙コップもありますよ。で、ガラスのね、コップもここにあるし、ティーカップもあります。で、氷のバケツもこちらにあります。気づかなかったけど、すごい細かい、ここディテールがすごい。ここにご家族住みます。まあ、この壁紙は一体どこに売ってるんだろうね。売ってませんか。あら、すごい。あ、へえ、すごいね、素晴らしい。あ、ここのね、アーチも可愛いんですよね。まあ、一個一個が凝ってるね。あ、これは何何何何、これ何これ。あ、わー、おしゃれ。冷蔵庫です。うん、僕びっくりです。あれ、おやおや、あ、たかしくん、こんにちは。またの名をしろっぴくんです。うん、マッチしてるね。さあ、それでは恒例のベッドダイブお願いいたします。あれ、あ、いはい、次の方。結構高いですよ。どう寝心地、どうですか。マットレス新しいから、ほうほう、やっぱ沈まない。でもちょうどいいかな、硬すぎない。なるほど。やりすぎだよ。わあ。新しい感じする。でしょう、うん。これは安眠だと思います。はい。で、両サイドのベッドの両サイドのシャンデリアというかスコンツつけたんですけど、そのね、ランプのスイッチはここのね、とこにありました。あまりね、明るくはないんで、やっぱりムードライトって感じですね。これ夜暗そうですね。うん、真っ暗っていうか、うん、で、ベッドの上の間接照明もそこでつけました。いいね。そう。で、ベッドのね、向かいには大きなテレビがあります。引き出し、かなり大きな引き出しがありますね。お、たくさん入りそう。高級感のあるこの引き出しですが、こちらにもね、 USB2 つとあと電気のアウトレットがあります。多分ね、こっち側にもあるんじゃないかな。あ、こっちにもありました。ということでね、充電とかは本当に困らないですね。さすがね、新しいお部屋だなって感じがします。天井がすごい凝ってるよね、この飾り。多分ね、部屋の大きさが大きくないからここまでできるディテールです。あ、だから広くて、うん、なんかちょっと寂しいよりはこのぐらいの大きさでちょっとお飾りがあってていい感じじゃないかな。まあ、本当にその DBC の長期滞在型というよりはホテルという風に感じれば全然いいと思う。そうですね、うん、あとね、 USB のやっぱり両サイドにありますが、これね、電気が2つと USB、 昔からある USB のタイプと USB-C、 まあ最近やっぱ C 多くなってきましたもんね。ベランダね、行きたいと思うんですけど、やだ、すごい。ちなみにこのね、DBC のプロパティというか全部の部屋が見れるわけじゃないんで、これが一番やっぱりお高い部屋なんですよ。ねえねえねえ、お城見えてるよ。知ってるよ。すごいすごい、城が見える、トロン見えるね、トロン見える、スペースマウンテン見える、今日の花火はいけるべ。しかもさ、あそこ正面見えてんじゃん、鉄道の、鉄道の駅の正面が見えてますよ。いや、ここマジ正面だよ。あれ何、あれ何、フレンドシップ、フレンドシップ、なんだっけ、ボートボートボート、フレンドシップ具じゃないよあれは。うん、で、あそこに見えてるのがコンテンポラリー、はい、コンテンポラリーとあとベレークだよね、うん、はい、はい、系列同じですね。まあ、でもちゃんとさ、ここさ、
ここの、 あの今見えてるあっちに見えてるのがポリネシアなんですけど、まあ、バンガローがちょっと見えるかなって。ここはあのなんていうの、バンガローほどあの丸見えじゃないし、うん、全然人はすぐには見えません。なのですんごい好位置。これはいい。あの今ねモノレールもね走ってるの見えてますよ。そう、ね、いやここマジいいよ。あのねすごく素敵。 DBC でもキャッシュでもちょっとお金は張りますが、あの頑張って出した方がいいお部屋ズバリね。一泊だけでもいいんじゃないかな、うん、いやここ本当にいい。もうあのゴミゴミとしたところに行かずに、うん、花火をゆっくりビールを飲みながら、今回ねビール持ってきたので、その様子はこちら。こちらフッチワード。まあこれが見えてますよ。部屋からカレーを食べなきゃ。はい、カレーをここで食べれるっていう、なんて素晴らしいこと。見ながら楽しみたいと思います。これあのポリに行く人たちだよ。そうだね、うん、これはパークから、パークからの人たちだよ。ああいう風なねちっちゃいボートに、バイバイ、寂しいね。はい、でもこれはちょっと見えちゃうわ、うん、でもちっちゃいんでまだマシだよね。あの 大容量のさ、あのパーキングロットから TCC からのじゃないから。はい、チップをあげましたが、いややっぱちょっとねあげないわけにはいかない感じの雰囲気だったね。くれくれみたいな感じだ、うん、ちょっとちょっと、ああ、うん、約これで100ドルなんで。うわー、だから来ました。あ、ちゃんとブラックも来てる。このね、これって何？アイスウォーターよ。アイスウォーター、まあ、まあ、親切。へえ。行くよ。はい。そっかー、美味しそう。これはすごいわ。チキンカレーめっちゃ美味しそう。はい。これめっちゃいい。うわ、うわ、美味しそう。いや、これはインルームダイニング正解じゃない？あ、美味しそう。やっぱさすが。はい、ではね、実食したいと思います。お腹すいた。じゃあ、スッチさんの方からね、食べてもらいましょう。もうね。ステーキのめちゃくちゃいい香りがしてます。お見せしましょう。じゃあ、すごくいい香りで、ちゃんとアスパラがあります。お野菜っては書いてなかったんですけど。いい、アスパラとこのね、ポテト。このニューヨークストリップっていうのはですね、日本でいうサーロインステーキになります。来ました、来ました。約ね、これ200グラムくらいあるので、はい、結構しっかりした量ですね。はい。で、スッチさんは使わないであれなんですけど、ケチャップもね、ケチャッピも来てました。これケチャッピ？いや、これはステーキソースです。ステーキソース、ちゃんとね、ラップできます。あ、すごい、オージューなんで。あれ？これウスターソースみたいな、うん、オージューの、これウスター、これオージューじゃないよ。これはそうですね、ウスターソースだね。あれ？こっちだとウスターソースって言わなくて、ウォーチャスターソースって言いますね。ウォーチャスターなんだ。はい、じゃあいただきますよ。やっぱりさ、一番最初にね、肉、お肉、肉肉肉肉肉、サーロインステーキだよ。切り口も見せてもらいましょうね。あ、ほらほらほら、肉だよ。はい、パクッといって、はい、いただきます。スッチさん、だいぶ美味しかったみたいですね。ちなみにですけど、このステーキ&フリッツのお値段は39ドルです。ガッペー。どうでした？美味しい。やっぱり、うん、ちなみにですけど、私は分かんなかったんですけど、書いてはなかったんで、ちゃんとね、あったかいブレッド、パンがなんと1人2つと、このオニオンのようなバターがきました。お肉ね、美味しい。
あのね、ミディアムレアよりはちょっと焼き加減はよく焼いてある感じなんですけど、うん、どっちかというとミディアムっていうかね、ウェルダンっぽい感じ。あ、本当だ。だけど、だけどお肉の旨味がすごくあって香りがいいので、うん、あのそんなの関係ないよっていう、まあ、肉がしっかりしていい味なの、うん、はい。あとね、思ったよりもお肉が薄かったから食べやすいっていうか、うん、これね、日本でよく食べるぐらいのステーキの太さなんですよ。あ、こっちの、うん、こっちだともうちょっと分厚いので、うん、かえってでもこれが食べやすい感じはしますけど、すごくお肉のお味が本当香りがいいですね。じゅわっときましたね。はい。で、あれシルベの方はですね、チキンカレーですね。ベジタブルチキンカレーです。はい、ベジタブルのにオプションでチキンをねしてもらったんです、ね。うん、チキンね、しっかり乗ってます。グリルドチキンが、あの鶏胸ですね。おいしそう。はい、じゃあそっちに食べてもらいましょう。はい、こちらね、チキン結構ね、しっかり入ってる、うん、で、ご飯がね、緑色のご飯ですよ。これ、これね、ご飯緑なんですよ。面白い。あと何があるかな、野菜がたっぷり。これベジカリーなんで、一応。はい、これなんかね、パプリカとか、とかヤングコーンとか、あとマッシュルームとか、いろいろ。これがマッシュルームかな。マッシュルーム。マッシュルームとか。じゃあしっかり食べてもらいましょう。はい、じゃあいただきます。こちら29ドルです。はい、肉いただきますよ。うん、これはココナッツの、うん、あのタイカレーの感じ。おいしい。うん、おすすめ両方とも。うん、あのね、チキンがね全然ドライじゃなくて、あの柔らかいからどうやって調理したんだろうっていう感じです。あ、まあそこはやっぱりね、さすがグランドフロリディアンっていうか、テーブルサービスがやっぱりね充実したホテルなんで、ルームサービスかなりしっかりしているようです。で、あのピリ辛な感じなんですけど、そうね、でもはっっていう感じでは、5段階で3ぐらい、うん、3ぐらい、うん、なるほど。でもね、お味がいい。でココナッツのあのタイカレーのね、あの感じですよね。レッドカレーなのかな。そうだと思います、色が、ね。はい、はい、こんな感じでちょっと楽しみたいと思います。まったね。フッチワード。はい、こんな感じで今回はグランドフロリディアンのお部屋の様子をお届けしましたが、お楽しみいただけたでしょうか。まあ、ディズニーワールドの中で一番、最高級とね言われているホテルですが、皆さんどうでしたか。で、ここの DVC のね、新しい建物っていうのも今回来てね、ワクワクしましたし、ロビーのね、ちょっと落ち着いた感じも素敵だなと思いました。もちろん一番あの大きなね、あのメインのビルディングとはね、ちょっと規模がだいぶ違うんですけれど、やっぱちょっとなんていうかな、こじんまりした落ち着いた感じで、あんまり大げさすぎずっていう感じがすごい良かったなと思います。なんか上品にお部屋も、なんか飾り立てすぎずにっていうところがすごくいいなと思いました。何がいいかっていうのは、もちろんあの、まあ、数泊するんだったらここパークからの花火はすごくいいと思います、はい。ね、それでね、ここロマンチックなんで、ここは何人のお部屋なのかしら。5人ですね。そうですね、ここに2人、あの1つのベッドに2人ずつで4人で、うんうん、でこっちに1人かなっていう感じはしますね、はい。
シックな感じで、ちょっと高級感があるとか、ヨーロッパ調の建物が好きな方はこのモノレールリゾートって言われてるコンテンポラリー、ポリネシアン、グラフロではやっぱりグラフロの価値かなと思いますね。飾りすぎてないっていうか、なんか上品だよね。なんかリビエラにもやっぱ近い感じの、あ、うん、まあ、全くリビエラと同じね、下なんですよ、はい、あのフィッシュボーンのタイプの、まあ、高級床、まあ、これ本物じゃないんだけど、はい、ファイナルタイプで、なるほど、すごくコンテンポラリーなんだけど スマートにヨーロピアンみたいな。なるほど、はい、皆様ね、お楽しみいただけたでしょうか。またね、ディズニーワールドのいろんなねホテルレビューね、これまでにもしておりますし、これからもしていきますので、どうぞお楽しみに。またディズニーワールドのパークの巡り方とか、あとレストランレビューとかもしております。そしてディズニークルーズに関するコンテンツもね、かなり増えてきましたので、まだ見てないよっていう方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じで今回はお別れの時間がやってまいりました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタン、そして今後の動画を見逃さないためにもチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではそっちワードとシルベーヌとトーコジがお送りしました。また見てねー。